金沢百番街とは、石川県金沢市にある JR 金沢駅の高架下を利用した商業施設である。合計で100店舗を超えるテナントが集積している JR 西日本の子会社である、金沢ターミナル開発が1991年3月20日に開業させた。前身は1953年から金沢駅の地下で営業していた金沢ステーションデパートである。 北陸新幹線開業に合わせて全面改装と駅舎の耐震補強工事が順次進められている。リンファッションや書籍関連の店舗など元々は在来線高架下北部にファッションショップが中心のトレンド感があったが2006年11月2日に隣にファッションビル金沢フォーラスが開業し売り上げが減少したこともあって 2010年10月1日からトレンド館ありがとう閉館セールを行った上で10月31日に閉館した。全店が一旦閉店し仮設店舗での営業はなかった。2011年3月3日にリントとして新創開業した。新創開業時には売り場面積約3500平方メートルに41店舗が入居していた。 増床して25店蔵の65店舗になり、2015年3月14日に、新創開業。2016年3月18日に、新創開業。新幹線高架下北部には飲食店や、待合室、石川県観光情報センターなど入る1997年3月20日に開業した、ふれあい館があったが、特に閉店セールもなく、 2014年7月31日に閉館した。一部店舗はアントとして、新装開業前に使っていた駅コンコースの仮設店舗に移転して、閉館の翌日の8月1日から営業を順次、再開した。リン保と直結させ、併合された。主なテナントアント引く、伝統工芸品や和菓子の店舗、飲食店、郵便局など1997年3月20日に、 新幹線降下した南部に飲食店中心の味わい館が開業し、同時に在来線降下した南部にあったお土産店中心の金沢館がお土産館に改称した。2014年1月10日から閉館者音声ルを行った上で、1月31日にお土産館と味わい館の両館が閉館した。物販店は駅コンコースの仮設店舗に移転して、 閉館の翌日の2月1日から営業を順次再開したが飲食店は水道設備がないため一時休業を余儀なくされた一部の飲食店は金沢とホテル地下街に移転した両館を改装して2014年7月17日にアントとして新装開業した同時に北陸地区の JR 西日本の在来線では対応エリアがないが スイカ電子マネーやアイコカ電子マネー、中国銀、ツラネカードも導入された、物販店からなる、東街、西街、飲食店などからなる、味わい工事に分かれる。主なテナント西、ビジネスホテル、食品スーパー、医療機関など2007年5月26日、金沢駅西口に新たに商業ビルをオープンさせ、名称をくつろぎ館とした、同ビルには、 石川県第一号店となるドラッグストアの松本清ビジネスホテル、ビアイン、金沢や食品スーパー、医療施設なども揃え、駅中の商業施設としての利便性が一層高まった。2017年4月1日に安と西に解消。1階から4階までが商業施設であり、5階から8階まではビアインの客室となっている。 主なテナントかつて出店していたテナント定型駐車場がある。利用金額に応じた駐車無料サービス券を案内カウンターで受け取ることができる。1996年3月にポイントカードを導入したクレジットカード機能付きのポイントカードの発行は行っていない。富山県や福井県でもカードを提示することで割引などの特典を受けることができる施設がある。 2013年4月1日からカードの絵柄を選べるようになった。金沢100番街のマスコットキャラクターとして、100番さんがいる。役職は若岡美て営業部おもてなし担当部長である。名前が似ている、石川県の北陸新幹線のマスコットキャラクター、100万さんとの交友がある。ありがとうございます。